こんにちは、花梨央さん、プレイステーション元気ですか？私もね、プレイステーションを持ってるんですよ。一回もやったことないんですよ。一回も箱から出したことがないというね。これこそ無駄だなと思いますよね。無駄そのものでしかないということでございます。でもお金って誰かに渡せば必ず何かに使っていただくんで、まあ良かったかなと思いますよね。まあ今回はそんなことをね、パッと忘れて次に切り替えていきたいんですけども、今年もあとね、何日かは残ってるじゃないですか。で、私はね、もう一花咲かしてみようかなと。あと残った5日間、6日間で、まああとね、100万でも200万でも売り上げ作れないかなと思うんですよ。この売り上げってのは、現金を私のところに引き寄せるというよりも、お金を払った人がお金を持ってるだけ、ただ持ってるだけよりももっとね、豊かな、そんなことにならないかなという思いを込めてるんですよね。私、商品を売るときはいつもそうなんですよ。ビジネスっていうのは感謝と提供というものでできていると思うんですけども、感謝と提供ができればもうすでにビジネスも必要ないかなぐらいに思ってるんですよね。まあ、これは私の理想論なんですけども、普通ビジネスっていうとお金を稼ぐためっていうふうになっちゃうんですけども、そうではなくって、自分の最高に作り上げた全知全能を込めたサービスをね、商品をね、人に届けるためにはビジネスを活用していくしかないっていうふうに考えてるんですよね。で、結果的にありがとうというものがお金となって返ってくるみたいなところですかね。で、前回のことをね、ちょっと思い出してみようかと思います。これは別にね、いつまでも引きずりたいわけではないんですけども、逆にですね、コンテストをしたとします。一番感動的な手紙をくれた方に賞金を出しますみたいなね。そういうことしたら、私は多分ね、どうだろう想像がつかないですよね。どんなレターが集まるかなと思うわけですよ。で、私はね、手紙によって人を感動させることが何回かできてるんですよね。ですんで、本当に思いますけども、逆の立場で素直な気持ちを書いたメールとか手紙で感動してね、涙が出るということもあるんですよね。まあ何を言ってるのかってことなんですけども、結局人はですね、伝え方によっては感情を動かすことができると、感動させることができると、喜ばせることができるし、安心していただくこともできると。でも逆にですね、トゲのある使い方をすると、人を追い詰めることもできたり、人を苛むこともできたり、それこそね、キーワードによっては死に至らしめることもできるんですよね。よくね、ツイッターでもインスタグラムでも SNS の書き込みによってそれを苦にしてお亡くなりになる方がいるって聞いたことないですかね。いや、私はね、あれはね、人が弱ってる時に追い打ちをかけるようなことをすると、本当に人はそうなるんだろうなと思うんですよ。ですんで、できればね、私は人に提供する言葉、文字、こういうものは励ますものであったり、気づき預けるものであっておきたいなと思うんですよね。しかしですね、時にはどうしても許せないものがあります。それは権力者が権力を使って権力のない人間を陥れることなんですよね。むちゃくちゃな制度を作ったりとかね、それから言われのない冤罪をかけたりとかね、そういったものに対しては鬼になることも辞さないかなっていうところなんですよ。ただ鬼になるって言ってもね、爆弾を仕掛けたりとかできませんから、ただね、声を上げるってことしかないんですけども、その一つが特別定額給付金というものであり、その一つが新生活保護というものに私は溢れていると思うんですよね。それに気づけた1年だったかなと思います。困ってる人がいると、財政上の問題はない、でもなぜか出さないというね、この出さない人が誰なのかもはっきりしない、そしてそれに対してどのような声を上げていけば体制が動いてくれるのかってことも私たちは知らされていないし、もっと言ったらね、自分で調べることもしないというところがあります。さあ、動画の結論になってきます、まとめになってきますけども、私たちはですね、まだまだ知らないことが多すぎて、自分がなんでこんな目に遭ってるのかってことを、まずね、その原因を突き止めなければなりませんし、突き止めたらそれをもうバラしていかないといけないですよね。チクっていかないといけないんですよ。この制度のせいで私たちは苦しいんですよと、この勘違いのせいで私たちは苦しいんですよと、この人の役職のせいで私たちは押さえつけられてますよってことですよね。その役職っていうのは、自分の勤めてる会社の社長とかね、上司であってはなりません。同じ民間の者同士、権力のない者同士です。そういう小さな世界ではなくって、圧倒的な権力、いわゆる上級国民と言われてる人たちですね。今日も安倍総理がなんか謝ってましたけども、ただね、真相はずっと藪の中なんですよ。
そしてその権限に集まった権力に媚びを売る人たち、権力と一体化して自分をもその権力を使おうとする人たち、そういった人たちも最初はきっと正義感にあふれて世の中の不正を正すんだという気持ちでね、スタートしたと思うんですよ。いつの間にか自分が組織の一員になると、だんだんとその組織の役割を演じるようになるんですよね。だから私はね、やっぱり個人は最強だなと思うんですよ。自分が自分であり続けることができると、誰の顔色も伺うことなくね、やっていくことができるんですよね。ただそんな私でもちょっとだけ気持ちが触れることがあります。それはですね、私が仲良くなった人が例えばいるとするじゃないですか。その仲良くなった人が、例えばね、分かりやすく言うと自民党が大好きとかね、菅総理大好きってなると私ね、叩きにくくなるんですよ。ですんで、やっぱ関係をほどほどにしないといけないのかなと思うのと同時に、そうではなくって、どんなに仲がいい人でもぜぜひひで語らなければならないかなと思います。私はたまにある特定の分野の役職の人に対して攻撃をすることがありますけども、それはその人の人格を否定してるわけではなくて、その人の采配が悪いよって言ってることなんですよ。ここは大きな違いなんですよ。多くの方は例えば政治家さんでもね、むちゃくちゃなことをやりだしたら、罵詈雑言を浴びせたりとかね、死に関わるようなことを投げかけたりしますけども、そうではないと。その人は個人としてはもう自由で温かい人なんだと。そしてたまに冷たい人でも、それが役割になった途端、権力を持った途端、権力と掛け合わせた途端にね、その役割を演じてしまうことがあって、その権力を演じる人がもしね、人の生命を脅かしているんだったら、それは糾弾しなければなりませんけども、それは個人攻撃でも人格否定でもないということなんですよね。これがね、私もね、たまにごっちゃになってしまうんで、旗と我に返ることがあるんですけども、今ね、特別定額給付金なり、その生活保護なり、まだ 100% の制度ではないと思います。でもこれは私たち国民も参加してどんどん変えていかないといけないのかなと思うんですよね。そしてビジネスです。ビジネスの話に戻りますけども、ビジネスっていうのはお客さんのおかげで成り立ってますし、そのビジネスを教えてくれてる人のおかげで成り立ってます。会社員でしたらどう考えてもね、その会社を創業した人とか、それまでにその会社に貢献した人、いわゆる上司とかね、先輩のおかげなんですよ。そして実は新入社員や後輩のおかげでもあるんですよ。自分はその間にいるただの一人、メンバーの一人でしかないんで、自分が支配者でも正義でも何でもないってことなんですよね。さあ、ここで、こういった言葉があります。人間という言葉です。人間という言葉っていうのは何でしょうか。人がいますよね。こっちにも人がいます。その間で生かされてるから、人と人の間に生きる人、人間ということなんですよね。ですので私はね、個人が最強とも言いつつも、同時にたくさんの人に支えられて、人と人との間で生かされているということも同時に感じてるんですよ。ですんで、人間嫌いとかね、人間不信とかっていうふうに自分を高く見積もることはなくね、皆さんのおかげでやっていけるという、そういう気持ちをね、今回、マスクと一緒に、一部の方ですけどもね、まさに一遇を照らすことなんですけども、それしかね、私としてもできませんでしたのでね、やらせてもらいましたけども、なんか花江ローマさんもお金をクラブライブ、お金を配るライブやってたみたいですね。それはね、金額とかじゃなくて本当に人に希望を与えることだと思います。なんて言いますかね、数千円であってもそれはね、 YouTube で知り合った人がくれるってことはなかなかないですし、そういった場面に遭遇したらね、仮に自分にもらえてなくても、もう一回人を信じてみようかなとか、 YouTube の向こうにもしかしたら、いい人がいるかもしれないっていうふうな希望に変わると思うんですよ。で、花嶋さんにね、ちょっと引き続きのお願いなんですよ。私もやっていきますんで、お金じゃなくてもいいと、励ます言葉とか勇気づける言葉とかね、そういったメッセージを私たちは動画の中に必ず込めていきましょう。誰かをこき下ろす時もあるでしょうね、麻生財務大臣何やってんだっていう時もあるでしょうけども、それでもね、麻生財務大臣個人に対してではなくて、その麻生財務大臣の財務大臣という役職に対しての私たちのね、提言であって、個人攻撃になってはならないかなっていうところですよね。で、繰り返しますけども、私たちはね、放送者として発信者として、やっぱり人を勇気づけること、人を励ますこと、それこそ神様っていうのがあるじゃないですか。この動画のテーマでもありますけども、神様って我々の近くにいるんですよね。それはですね、この人いいなとかね、これ美しいなとか、なんか優しいなって感じた時、神様の特質を私たちは見てるんですよね。逆にですね、
なんだこんなに汚いものがあるのとか、これなんか気持ち悪いよねって思った時は、それは悪魔の特質を見てるんで、そこから離れた方がいいってことなんですよね。ということで、この今の言葉っていうのはね、実はね、うちに来てくださってる宗教をね、特定の宗教ね、ちょっとここではどこって言いませんけども、皆さんがよく知ってる宗教の方が言われてることなんですよ。私たちはいつも神を見ている。それはこれは美しいな、気持ちいいな、素敵だなと思うたんびに、それは神の一部を見てることなんですよっていうふうにね言われて、いいなと思ったんですよね。まあこれは20年前の話ですけども、でね、私今も思い出してね、やっぱ言葉ってね、言葉人をすごく築き上げるし、逆に使い方間違えれば剣よりも鋭く人の胸を刺すなと思ったんですよね。花屋のうまさんならね、よくお分かりいただけると思うんで、これからもね、素敵な発信を続けてもらいたいと思います。それではですね、今年1年を振り返って、花屋のうまさんでしたら、まあ漢字1文字じゃないですけどね、2文字でも3文字でもいいんですけども、何かこう今年1年はこれだみたいなものがあったりしたら、ちょっとね、返信動画の中に入れていただきたいかなと思います。逆にですね、来年はこうだみたいなのがあってもいいですよね。これ途中で変更でもいいですからね、前はこう言ったけど今はこう思ってますみたいなのでもいいんで、絶対にこのね、テーマで縛るものではないんで、今この瞬間感じてる、そういったキーワードなり横文字なりなんかあったらね、教えていただきたいかなと思います。私はね、やっぱり1年を通じて、まあ愛というかね、真心と言いますか、真心、心が真ん中にありますからね、まあ愛かなと思います。愛ですね、愛っていうのはいろんな意味がありますね。じゃあ、いってらっしゃい、いってらっしゃい愛ですね。失礼します。